はい、どうも皆さんこんばんは。今回はですね、エイリアンイベントで、ちょうどこれ、3500なんですけども、この3500ですね、まあ、400位以内には入ることができまして、こちらのレーザーガンレベル2ですねは、ゲットすることができました。ダイヤモンド60個も、ゲットしました。まあ、ちょっとあの撮影とこの確認したのが時間が違うんで、スクリーンショットの画面にはなってるとは思うんですけども、で、まあ、ちょっとレーザーガンレベル2もまたどっかのタイミングで紹介はさせていただきたいなとは、思ってるんですけども、まあ、今回はですね、エイリアンヘッドで、買い物をしていこうと。で、まあ、乗り物の方だけ紹介、できればなと思ってるんですけども、今回の売り物なんですけども、まあ、これとこれが敵を凍らせる武器ですかね。キルビリヘルフェア。これはすごい気になりますね。ジェットパックレベル3と。で、まあ、あとこの宇宙飛行士のレベル3の、装備があるんですけども、とりあえずまあこれですよね。これは買っとかないとダメです。はい、買いました。おおお。あ、これ色多いですね。これちょっと色多いですね。6色、5色ぐらいですか。ちょっと色が多いですね。ただこれですね、93キロって書いてあるんですよ、最高速度が。これがだいぶ遅いなって。遅いなというところなんですけども。で、残りが1800なんで、まあもう100ぐらいですね、あればこれとこれと、この武器、両方変えたかなというところなんですけども、まあちょっと今回は1884なんで、とりあえず高い方のこっちを、見たいなと思います。こっちでいいですよね。こっち買います。ちょっと待ってください。740じゃないですか。うわー、これ買いたかったんですけどね。ちょっと計算間違えましたね。これ、265キロ、試してみたかったんですけどね。いやー、こっちにしてこれ買ってよかったですね。まあ、ちょっと計算特にしてなかったんで、いけると思ってたんで。じゃあもう、残りは、このソードと、このロイヤルブレインと、まあ、これと、これと、これと。まあ、この見た目なんで、消防士にしましょうか。まあ、消防士を頑張って再現するとするのはこんな感じですかね。まあ、ちょっと、よくわからないんですけど、まあ、これでいきましょう。これを配達したいと思います。まあ、色は、まあ、これで、このノーマルの色にしておきましょうか。おーおーおお、ちょっとこれも一応まあ、これは紹介するほどでもないと思うんで、どんな感じなんかだけ見ときましょうか。ああ、はいはいはい。なるほど。モンハンみたいですね。まあちょっと僕、モンハン全然やったことないんですけど、モンハンの体験みたいな感じなんですかね。はい、なかなかでっかい乗り物ですね。なかなかでっかいんじゃないですか。はい、ヒルビリヘルファイアと。もう、これはまた聞いたことない音ですね。あ、そうか、今ちょっと坂下ってるからかな。あ、曲がるのが結構難しいですね。なるほど。スピードはこれが限界のようですね。で、攻撃してみましょうか。あ、はいはいはい。横から、おー、もうちょい。おぉ。おぉ、ひっくり返った。おなるほど。こうやってやって。おぉ、あ、そうか。まあ、これがひっくり返ったらどんどんダメージ受けますからね。車は。まあ、これ横から出ても、うまく。あ、ちょっと速くないですか。おぉ、またひっくり返した。やべ。
これちょっと火つくのが早いんかもしれないですね。気のせいかな。お、早っ。え、ちょっともうやばいんですけどね。もう煙が出てしまってるんですけど。うわ、早い早い早い。これちょっとなかなか火力のある炎が出てるんですね、これ。ほら、これ早いですよ。ただ、まあ、あの自分が食らってしまう、あ、これあるんですよ。これデビルダートはですね、置いてる駐車場によってはこういう風な感じでちょっとなんか乗り上げてるみたいなことあるんですよね。でバチ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 なってるっていう時あるんですけど、これは、あ、燃えた。でまあこの上ですね、上の武器はどんな感じかというところなんですけども、お、何これ、すごいですね。これも火ですね。これなんかポンポンってポンポンって言ってますけども、こんな上もいけるの。あ、一応当たってますね。あー、でもちょっとやっぱり厳しいですか、飛んでるものに。まあこういう人に向かって撃っても結構これは効果的ですか。ちょっと音がなんか、まあ、走ってる車に当てるのは結構難しいかもしれないですね。もう一回撃ってしまうとこう下にこう落ちていくので、もう下手したらこう早く走ってたら自分がまあダメージを受けるっていうことないかもしれないんですけども、こう近い、うん、まあちょっとまあこっちは車に当てるのはちょっと難しいですね。あくまでこうやってこう人に向かって撃てば、まあまあこっちの方がいいんじゃないですか、やっぱり。あー、なるほど、こういう感じですか。まあリペアキットがなかなかなくなるような車ですかね。すぐにこう破壊できるのはいいんですが、そして今はこういう状態になってるんで、まあ3発でオーバーヒートしますね、今の僕のスキルレベルでは。まあ、横に打つっていうのは、まあ、結構まあ
まあ前やったらこう例えばこういう感じで煽りながら当て続けるっていうこともできるんですけど、なかなか横でスピードを合わせてちょっと距離空けて当てるっていうのもちょっと難しいので、どうしてもこう去り際にちょっとだけ当てるみたいな感じにはなってしまうかなとは思うんですけども、もうやばいですね。もう残りベスト4個じゃないですか。選手2位、うわちょっとめちゃくちゃですね。うわこれバック、これめっちゃ遅いですよ。うわアイロンも来ました。やばい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 。おお、すごいすごいすごい。伸びた。よし。うわ、ここまで封鎖されるのはなかなか見たことないですね。さあ、これ逃げることができるか。なんか遅いですね。ああちょっと、これで逃げんのなかなか難しいですよ。ここで出てこへんかったら、出てこへんかったら逃げれるか。あかん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 。うわ運用ヘリはこれ邪魔ですよね。あがまたおるわ。あー4か、あー惜しかったな。あがすぐ前に出てきますからね。うんこれで逃げるのはちょっと難しいですか。いける。あーちょっと来てるな来てるな。耐えろ耐えろ耐えろ。あがあが耐えろ耐えろ。あー最悪や、戦車やこれ。はい、ちょっとまあ逃げるの頑張ってみたんですけど、遅すぎるからですね、あの手配の5から逃げるのはだいぶ時間がかかるということで、もうちょっと諦めて、デリバリーミッションの方で、この車をちょっと選んで、まあ、ここに置いてるんですけども、まあ手に入れる機会が、あればですね、手に入れてみてはいかがかなと思います。まああんまりそんな言うほどの乗り物だったんですけども、では、これで今回は動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。